はい、皆さんどうも、第3部はい、朝からやってまいりましたけれども、いよいよ最後になります。最後ね、奥地さんのマジック楽しかったですか？よかった、めっちゃ盛り上がってましたね。僕そこで見てました。すごかったよね。じゃあ、この第14回の、カリン祭りですね、最後まで、楽しくいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。1曲目アンサーフロッグ聴いてください。ぜひ一緒に手拍子、それから後半のね、歌いとこ一緒に歌ってください。みんな下もね。仕事帰りとかね。君の声が僕に届いているから、その声に応え続けるよ。さあ、じゃあ手拍子一緒にお願いします。錆びたギターの弦を皿に変えて、書き慣らしてはまた歌ってる。気の向くまま思うがままに、慣れたことでも構わないだろう。いくつになっても子供みたいに退屈に耐えられないみたい。燃え続ける日よりもきっと一瞬の稲妻を忘れない。でたらめで語れた人生の中で、ひたすら歌う気に光を追う。君の声が僕に届く、なぜ歌っているの、歌い続けているの、なんてよく聞かれるんだけどさ。君にも大切な人がいるでしょ。その人を思う気持ちと似てる気がすんだ。下手くそな楽な気が隅っこにある。想いを文字にしたき続けてる。まるで好きなあの子に書いたラブレター、それも案外間違いじゃない。はい、ありがとうございます。オーベース悔しい。僕らはいつまでもどこまでも共にこの道を歩いていく。君の声が僕に届いているから、その答え続けるよ。僕は君のために精一杯歌うよ。歌い続けてあげるから。僕は僕
のために目いっぱい歌うよ。歌うことが大好きだから、風に吹かれても雨に打たれてでも光輝くあの星のように届け未来へ、響き渡れ世界へ。二つの夢タクシー乗ってる、ララララララ。はい、ありがとうございます。